はい、どうもねです。さあ、今日もポケモンカード開封やっていきましょうということで、本日こちら、カードボックスさんのオリジナルパック、2000円のオリジナルパックを5口購入をさせていただきました。ですがね、この売り場、実はですね、すごく重要な意味を持っています。何かと言いますとですね、これ、実は CL 横浜の時に購入させていただいたオリパなんですけれども、横浜のカードボックスさんで買わせていただいたんですが、ちょうどね、オリパ見ようと思って、僕もフォロワーさんと一緒にですね、ご飯食べて、カードショップに向かったわけですよね。そうしたらですね、あれ、見たことある顔がいると思いまして、声かけさせていただきまして、実はね、ポケモニアさんがいらっしゃいましてですね、で、よかったらね、オリパ選んでくださいよっていうお話をして、選んでいただいた、極地になります。このね、極地ですね、きっとですね、今、ポケカ開封のね、動画のトップを走る、ポケモニアさんであればね、きっといい引きで当たり枠をボコボコ抜いてくれるんじゃないかと思っておりますので、もうその引きにね、かけたいと思っています。CL のね、前にも一緒にちょっとこう、カードやったりとかっていう、交流があって、本当に声かけさせていただいたんですけれども、本当ね、いきなり声かけても嫌な顔一つせずですね、対応してくれて、本当に感謝しています。ちょっとね、本当憧れの存在でもありますのでね、これからもね、応援していますし、これでね、いいカードが当たればですね、さらに応援させていただきたいと思っておりますけれども、これでね、全部下枠とかってなると、ちょっと今後の応援も考えていかなきゃな、というふうに思っていたりしますけれども、開けていきたいと思います。ごめんなさい、嘘ですよ。はい。一応ね、今回の当たり枠だけ、ご覧いただければと思うんですけども、こんな感じになっておりまして、トップにね、クララの SR が入っています。そして、ユーリの SR であったりとか、ルリナの SR。この辺がね、つらつらと続きまして、その他にもね、レックーザのスペシャルアートであったりとか、リザードンのスペシャルアート、そして SSR ですね。あとはね、一番下の方に UR 関係、そして V's の SA とかも入っていますので、この辺も狙って開けていきたいかなというふうに思っております。ちょっと前ね、前段が長くなってしまいましたが、このまま、やっていきましょう。はい、ということでね、開けていきたいと思います。2000円のオリジナルパックを5口ということですので、本当どんな感じになっているのか、カードボックスさんのね、オリジナルパック初めて購入させていただきますので、本当どんな感じになっているか、なるほど、一撃ウーラオス、そしていきましょう。一口目ですね。一口目がこちら。ほい、はい、ガラルカモネギ V の SR ですね。保証は SR 等1枚ということでしたので、こんな感じかなっていうところですね。やっぱり全部した枠だとちょっときついなっていう気はしていますけれども、そこはね、そこはですよ。やっぱ選んだのが僕じゃないですから、これは HR の枠ですね。ということはこっちが普通のカード。で、こっちが HR ですけど、HR だとマリーがありましたね、確かね。行きましょう。二口目ですね。よーし、行くぞ。せーの、ほい。あ、ちょっと年取っちゃった。はい、ペリーラですね。ペリーラの HR。マリーが良かったな。ちょっと年取っちゃった。ちょっと失言ですね。良くない。いいんですよ、別に。やっぱね、年齢ではないですから、やっぱり。そういう問題じゃないんですよ。やっぱ、お綺麗ですから。よろしいですね。魔女の宅急便とかに出てきそうな感じですけどね。動画でジブリの名前とか出していいのかな。はい、ヤレユータ、サルジエのヤレユータですね。そして3口目か、3口目いきましょう。3口目がこちら。おい、おお、やった。運命じゃん。運命だよ。え？いや、ポケモニアさん大好きだわ。いや、ちょっと待って。大変大変。はい。キクコの SR ですね。いやー。嬉しい。これは嬉しいぞ。
と、なんか、嬉しい。ちょっと、これは、折り入ってやっぱポケモン屋さんに、ありがとうって言っとかないと。これは嬉しいぞ。よし、いいぞ、キクコだ。よし、この調子でいこう。いや、キクコをね、ちゃんと当たり枠に入れてくれてるあたり、カードボックスさん、いいお店ですね。素敵なお店だと思います。通っちゃいます、もうね。横浜だけど。ちょっと遠いけどね。はい、行きましょう。はい。4口目ですね。またトレーナーズだよ。またトレーナーズだよ。これ、キクコチャレンジですね。キクコチャレンジ、なんだろう。難しいですね、これはね。これ難しいですね。ちょっと触り心地で。ちょっと今、裏面をね、こう、もうなぞっているわけなんですけれどもね。なるほどね。はい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 。はい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 。なるほどなるほど。これはね、わかんないっすね。もう意味わかんないわ、もう。でもあれですね、なんかこう、SR こうやってなんか変にこう、触ってると、当たったキャラが、例えばこれが有利でしたって言った時に、有利ファンから、ね、なんか、僕の有利ちゃんを触るなとかって。言われそうな気がするから、ちょっと、控えますわ。はい、行きましょう。4口目ですね。4口目が、こちら。ほい。巡回。ジューンって。めっちゃ触っちゃったけど、ジュンですね。なるほど。ジュンの SR と。いうところですね。なるほどね。いや、女の子 SR の批判は来ないですわ。これで一安心。おでんよかった。炎上回避です。はい。それで続いて最後、5口目いきたいと思います。お、ちょ、え?やったな。これ今、もうポケモン V 見えちゃってたですもんね。これやったな、これ。いきましょう。最後、5口目。5口目がこちら。はい。はい。バサギリ V でしたね。ということで、開封終了いたしまして、今回はこんな感じでございました。まあね、当たり枠は抜けなかったですね。まあ、5口なんで、まあ、致し方ないかなと思う部分ではあったりしますけれども、まあ、今回はね、すごく、貴重な機会でね、ポケモン屋さんに選んでいただくことができましたし、そしてね、やっぱり、キクコを当てることができたというところが、僕にとってはですね、大きなプラスでございました。本当にありがとうございます。さすがでございました。ということで、本日もご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録、そして高評価で応援いただけるとありがたいなというふうに思っております。まあね、ポケモニアさん、僕の動画見てる方でね、ポケモニアさんの動画見てないよって方はね、いらっしゃらないと思いますんで、あんまり意味はないかなと思いますけれども、よろしければ、ポケモニアさんもね、素晴らしい、本当に素敵な動画配信者の方なので、皆さんも、ご覧になってみてください。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできればと思います。よろしければね、チャンネル登録、そして高評価でおいただけるとありがたいです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。